さあ今回はですね、健坊さん、はい、1991年のね、はい、CM でね、はいはい、ダダーンボヨンボヨンって、はい、覚えてますね。あ、ご存知、あれはなかなか衝撃的な CM でしたね、うん、そのダダーンボヨンボヨンでおなじみのこのレジベネットさんなんですけれども、はい、まあ、このダダーンボヨンボヨンのこの決め台詞でお茶の間を驚かせた後、うん、まあ、来日して日本のその団体で大暴れしてたっていうね、うん、まあ、プロレスラー、 あの CM の見た当時はプロレスラーということ知らなかったんで、うん、まあ、あのいもうね、なんて言いましょうか、肉体がねすごいね、アマゾネス風のね、アマゾネス風のね、そのね、あのイメージが強い、はい、そんなレジー・ベネットさんね、まあ、そのセリフが、まあ、同年の、新語・流行語大賞の大衆部門で銀賞を獲得した。ここで有名になって各団体が目をつけたと、うん、まあ、173センチの113キロ、でかいですね、でかいですよ、ね、113キロってでかいですよ、めちゃめちゃでかいですね、の体格を誇り、まあ、高校卒業後にボディービルに取り組み、86年には LPWA でプロレスデビューしたと、はい、巨体を武器にビッグモーの異名を取った。うん、キャリアは十分で、91年に FMW に初来日、はい、FMW っていうのはあの大仁田厚さんなんだよね、当時の、はい、そして工藤めぐみさんっていうのが、まあ、おられたんですよ、はい、FMW のこうクイーンといいましょうかね、はい、とのシングルマッチやコンバートトヨタさんとのブルーロープデスマッチなどで大暴れした、うん、その後、まあ、ジャパン女子、JWP、全日本女子プロレスと各団体を、まあ、転戦し、一番輝きを、まあ、放っていたのは全女時代であろうと。94年から全女に戦いの場を移し、同年11月20日、20日には伝説の 全女東京ドーム大会というのがあったんですね。はい、それに参戦。復活した女子プロ界最大のカリスマ、長与千草さん。はいはいはい。長与千草さんはご存知ですか？クラッシュガールズね。クラッシュギャルズか、クラッシュギャルズか、クラッシュ、ちょっとニアミスですけどね、長谷千草さんと対戦、怪力スリーパーで苦しめるも一瞬のエビ固めに敗れたというような形で、もこの一戦がすごく評価された、はい、うん、その後も95年5月15日には豊田真奈美さんを、これも有名な女子プロレスラー、豊田真奈美さんを撃破して IWA 世界女子王座を獲得。96年6月22日には9位のオールパシフィック王座決定戦で吉田真理子さん、伊藤薫さんらを撃破して新王者となる、いずれも、井上貴子さんに奪回されたものの、96年8月には女子バーリトゥードトーナメントに出場、はい、決勝戦でイリーナ・ボジーナにアームバーで惜しくも敗れたが幅広い活躍を見せた、うん、バーリトゥードっていうのは要はちょっと当時 そのプロレスの部分とこの総合格闘技の、うん、部分という形、バーリトゥードで何でもあるよね。その当時のことは、今バーリトゥードなんて使いませんけど、当時はこう総合格闘技という言い方にこのバーリトゥードという言い方をしてましたね。はい。そして96年に全場退団すると、97年には新団体アルシオンや、JD のリングにも上がった、アルシオンでは大型新人のジェシカ・ソトを妹分のジェシカ・ベネットとして来日させ、ベネット姉妹として大暴れし、ちなみにジェシカはその後、バイオニック J のリングネームで活躍した、まあ、その後もフリーとして全女や JWP に U ターン参戦するが、2000年に結婚されたんですね、はい、そして01年に引退でアメリカへ帰国すると、うん、まあ、引退試合は01年3月4日の豊田戦であったと、まあ、ベネットさんはあのアメリカの、ね、ECW でも活躍した時期があり、まあ、日米で頂点を極めた外国人女子レスラーであったと、こういうようなところなんですけれどもね、まああのすごい衝撃的な CM でしたね。CM でね、その当時あの CM を見てた人では、うん、あの人を知らない人はいないんじゃないか。こうなんかこうアマゾン的なところでちょっとなんかこう滝の前みたいな感じですよね。なんかそれでもう、はい、ダダーンボヨンボヨンというような形。ここで有名になって、実はその長谷千草さんとか、その当時の、その女子プロのスターの選手たちとも対戦してたっていうところ、はい、もう。ちょっと興味深いところですね。まあ、ご入婚もされたということで、ね、そうですね。はい。またね、このおめでとうございます。おめでとうございます。20年前の話。またね、この動画見ていただけた方でコメントいただければ嬉しいですね。そうですね。はい。じゃあまた次回、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン。
チャンネル登録よろしくお願いいたします。